ツノウサギの白製ツノウサギのゾウウイルス感染によって、後部に2本の角状の入頭腫ができたウサギ。ジャッカロープは、アメリカのワイオミング州等に生息するといわれる、未確認動物である。名前はのウサギを意味する、ジャックラビットと霊用を意味するアンテロープのカバン語であり、外見は、頭部に鹿の角が生えているウサギである。ジャッカロープを撮影したとされる鮮明な写真資料は、 存在するが、生態の目撃記録はない。また、先住民である、ネイティブアメリカンの伝承の中には全く登場せず、ジャッカロープについての伝承は、白人の入植後に現れたとされる。群れで生活していると言われている。言い伝えでは、とした特徴が挙げられている。実際には、ウサギの剥製に鹿の角をつけた作り物がその正体とされ、アメリカでは、 現在も作り物のジャッカロープの白製が見上げ物として売られている。2005年8月にはアメリカで東部に角のあるウサギというジャッカロープの特徴を備える生物の死骸が発見された。獣医のデニス・ベッシュ・トールドが調査した結果、通常のウサギが伝染力の強いウサギ、乳頭臭ウイルスにかかり、それにより角型のイボが頭から生えたと結論付けられた。 肝と書くという言葉があるが、これは南北朝時代に存在した針で編纂された術域の大級武家、しかもと性格、絶公平小教の長を出典とする。亀に毛が生えとにかくが生えるのはありえないことで、そのような異常事態が起こるのは戦乱の協調であるという意味だが、転じてありえないことの例えとして使われる。仏教用語としての肝と書くは、 現実に存在しないもの、現実に存在しないものを存在するかのように扱う、愚かしさ、あってないようなもの、曖昧な存在という意味で使われる。日本語としては、とかく、とにかくといった言葉で使用される。16世紀から18世紀のヨーロッパでは、レプスコルネトゥスもしくはホーンドヘアと呼ばれる角の生えた、ウサギがいると信じられていた。コンナーアートゲスナーの動物記によれば、 ザクセン州に生息していたとされる。ワシントンポストと各生活の中の仏教用語、読むページ、大谷大学、ボリーズ、ハーノイウト、ファセットン、バンデベロンサダイレンスチャイルドカンスト、バンデ15イートーで17デエイ、ヘッドアーズパラダイス、アントワープ、コニンクリーッキーマツカッペボーアディカンダ、バンアントウェルペン。ありがとうございます。